海外が感動する日本の力。あれが噂の空港に降り立った日本の〇〇を見て超感動。ネパール国際空港にて、2015年4月25日に起きたマグニチュード 7.8 の巨大地震により甚大な被害を受けたネパール。政府の発表によると死者数は5000人を超え、被災者は800万人に上るそうです。国内唯一の国際空港であるネパール国際空港は滑走路が一つしかないこともあり、世界各地からの救援機などで混雑し、一時は飛行機の着陸を受け入れきれない状態になりました。日本の国際緊急救助隊が乗った便も27日には着陸することができず、28日に一度タイのバンコクへ引き返すことになったのですが、隊員の皆さんがスワンナプーム空港で乗り継ぎを待つ様子を収めた写真がタイ国内で大きな話題になりました。上述の通り、写真はあくまでも隊員の皆さんが乗り継ぎを待つ様子であり、何か特別なことが起きている瞬間が収められているわけではありません。ですが、タイで起きた大洪水の際などに大きな活躍をした日本の救助隊は、その存在自体がタイの方々にとっては特別なものであったようで、まさにヒーローのようにもてはやされていました。その様子を知った海外からのコメントをご紹介します。海外の反応。地球上で最高のチームワークを持った救助隊がタイの空港に到着したぞ。これがかの有名な日本のレスキューチームの姿か。日本の救助隊の皆さん、準備万端って感じだね。日本の皆さん、ありがとうございます。慈悲の心が世界を救う。めちゃくちゃかっこいい。日本の救助隊から醸し出されるあのかっこよさよ。2008年に起こった洪水の時、転覆して沈んでしまった船に日本のレスキューチームが果敢に救助に向かったんだ。彼らは世界最高のチームだったと思ってる。ちなみに韓国のレスキューチームは危険だということで救助をやめ、結果大勢の命がなくなってしまうことになった。かっこいいな。ウルトラマンの隊員みたい。ネパールのみんな頑張ってくれ。なんなのこのありえないくらいのかっこよさは。日本のレスキューチームがネパールに向かうシーン、恵みの大悟を見てるみたい。日本の戦隊ヒーローを見た時にかっこいいって思ったけど、今それと全く同じ感情を抱いてます。彼らを見てると頑張れば誰でもヒーローになれるってことがわかる。ご覧ください。考えうる限り最高のレスキューチームの姿です。素晴らしい。皆さんかっこよすぎです。日本人という力強い部隊が世界を救うために駆けつけてくれた。ネパールの人たちも励みになるだろうね。日本のレスキューチームは世界一団結心の強い救援隊だよね。日本は小さい島国だし、人口だってものすごく多いってわけじゃない。でも他の国に何かあった時はどこの国よりも早く駆けつけてくれる。日本のレスキューチームの全員の無事を祈ってます。ネパールのためにみんなで祈りましょうね。日本を好きにならざるを得ないでしょ。日本の救援隊は世界最高の能力を持ってるからありがたいな。おそらく世界一の能力を持った救援隊が来たんだ。勇気をもらえるよね。ネパールの人たち頑張ってね。ネパールのために祈ろう。
俺もあの救援隊に参加したい、鳥肌が立つくらいにかっこいい。ネパールを救うために集結した地上最高の救援隊員たち。オレンジ色の隊員服がやばいくらいかっこいいけん、世界でベストと言える隊員たちを拍手で送り出したいな。日本は本当に尊敬に値する国、なんだか涙が出てきちゃった。こんなの普通に惚れるわ。ちなみに先ほどネパールに寄付してきたよ。プロにしかできない仕事があるが、俺たちにもできることはある。まさにエリート集団、頑張ってください。キャー、日本のレスキュー隊かっこよすぎる。日本のレスキュー隊はなんか特別って感じがする。ありがたいね。経験とスキルがある日本の救援隊はすごく頼りになるもん。日本の救援隊が来てくれるとすごく勇気をもらえるよね。俺はあの人たちの姿を見てると安心感をもらえる。日本の救援隊の皆さん、どうか怪我なく救助作業に当たってくださいませ。かっこいいというコメントがとても多く、本当にヒーロー扱いでした。また日本の救援隊イコール世界一ということがタイでは共通認識になっていると思えるくらいに、世界一の救助隊というフレーズも目立ちました。洪水の際にタイのメディアが繰り返しそう伝えていたのかもしれませんね。お隣、韓国では韓国の報道では地震について次のように伝えられました。韓国聯合ニュースは、日本政府が同日ネパールで発生した大地震に関連し、国際緊急援隊の救助チーム派遣を決定したと報じました。安倍首相は25日、ネパールのスシル・コイララ首相に災害支援の用意を表明する慰問の電報を送り、岸田文雄外相もマヘンドラ・バハトゥル・パンディ外相に同じ内容の電報を送りました。この報道に韓国のネットユーザーから多くの意見が寄せられました。韓国の反応。日本が世界の警察のふりをしようとしてる。韓国は救助隊をすぐに派遣せずに何をしている。他国が日本を好きになる理由がわかる。大統領が海外出張中だから何もしないのか。この程度の事案であれば関係部署長官級が大統領に口頭報告して救助チームを派遣できるだろう。ネパールにも電報で伝え、メディアにも発表しなければならないのに、この件でも日本と比較される。韓国はユニフォームを合わせるのに時間がかかってるのか。韓国も早く救援隊員を派遣しろ。ボランティアも募集するんだ。ネパールはただでさえ貧しい国なのだから、こんな時に韓国が率先して模範を示すべきだ。私たちがいくら日本の悪口を言っても日本に勝つことができない。こういう時の素早いアクションを見てください。世界中が見てる中だ。中国も日本も素早く決定していた。我が国が一番遅い。何をしてるんだ。日本人は地震については詳しいだろう。韓国はなぜ日本のようにすぐに派遣の決定をしないんだ。何か時間をかける理由があるのか。ああそうだ、今大統領はバカンス中だった。パククネ大統領は外国歴訪を終えて帰国する前にネパールの事故現場を訪問してこい。韓国の公職者たちは私腹だけを肥やしている。緊急救助隊派遣も文字通り緊急の場合はすぐに体制を固めて派遣すべきなのに、
周辺国の動きに気づいてから対応する、専門家不在、人間性欠落。韓国は何をしている？国内の騒動で忙しいのか？やはり日本は韓国が超えられない国だ。などと、韓国の対応の遅れや日本と比較されることに焦りの声が上がりました。随時更新中、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。